ようございます。2021年1月2日朝7時47分です。今日はちょっとスロースタートだったんですけど、昨日のこの時間より波ある感じがします。ここよりね、こっちの方がちょっとね、ある感じだけど、あの人はなんか向こうにいるんだよね。で、天気は晴れ、風の方ね、強くなる予報なんですけど、今んとこまだそんなに強くは吹いてません。ただまあ若干海上の方だと西寄りの風が吹いてて、少し面がざわついとる感じですね。で、波のサイズセットでもも腰っていう感じの波が来てます。まあちょっと軽くやるぐらいだったらね、普通にやれそうな感じの波ですね、これぐらいだったら。ただね、釣りがね、復活しちゃいましたね。今釣れましたね、あそこね。多分この城だと思いますけど、大きさ的に。どうです？ 20 センチぐらいかな。のがポツポツ釣れとる感じかな。で、ヒラメとか、青物はちょっと釣れてなさそうですね。ヒラメはちょっとわからんです、まだ。あそこも釣りの人が2人ぐらいおらんければサクッと入っちゃってもいいかなっていう感じですけど。で、昨日ね、元旦で金曜日だったんですけど、週末の波予想をね、やるのをね、忘れました。なんでちょっと口頭で行こうかなと思います。今日ね、日曜日、もう風こっからね、爆風になります。10メータークラス。ただうねりの方はこんくらいしっかりね、あるんですよね。で、うねりは、西うねりで、この西うねりがずっと今日が土曜日で、3日の月曜日ぐらいまでは続きそうかな。うん、あ、違うわ、3日が日曜日ですね、明日ですね。んで、日曜日までやれそうで、月曜日にはね、ちょっとね、サイズ下がっちゃいますね。んで、来週は水曜日6日だよね。6日の水曜日にまたちょっとサイズ上がりそうですけど、昼からですね、夕方にかけてがいいかな。うん、まあ来週のね、木金ぐらいはやれそうかな。下がっちゃうのが、まあ月火はちょっと期待薄な感じですね。で、明日も朝方だったら結構風これぐらいで弱いんで、4メーターぐらいなんでね。まあまあ、やれるんじゃないかなと思います。
で天気の方はどうでしょうかと。天気は明日はもう晴れですね。ちょっと曇るタイミングあるんですけど、基本晴れですね。で月曜日はもう曇りなんで朝から。ただまあ風は月曜日の方が弱いっていう感じです。というわけで、まあ口頭でちょっと適当になっちゃいましたけど、まあそんな感じです。まあ釣りの方もね、バカバカ釣れとる感じではないんでね、これぐらいだと。あ、でもちょっとあれかな、インサイド寄りすぎてダンパーチックになってるんで、今の時間はちょっと厳しいかな。今でもこれで上げ込みなんで、満ち込みなんで、もう少し満ちた方がいいかも。あ、ごめんなさい、違ったこれ。あ、でも満ち込みだ。満ち込みで、あと1時間ぐらいは潮が増えるんで、もうちょい上げんとこれは厳しいかな。山が来たんでひょっとしたらちょっとタイミング釣りの方はあるかもしれんですね。というわけで、朝の波状況の方ね、これで終わろうかなと思います。いつもねご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価、今年もよろしくお願いいたします。あ、セットが来たので、ね、ちょっとこれだけ取ってきます。消えた波が消えました。あ、でも奥から来たね、セットが。
でもやっぱちょっとダンパーチックですね。というわけで、ありがとうございました。